どうもいつもアニチューブをご覧いただきありがとうございます。もうなんか後ろからあんかけスパゲティのグルーヴが出てますけど、ここは名古屋の中心地からちょっと離れてて、徳川っていうところなんですけれども、前からずっと気になってて、まあアメリカとかフレンチとかミリタリー軍物にもうむちゃくちゃ特化したすんごいミリタリーグルーヴの出してるヴィンテージショップがあるんですけど、もう今来てますね。もう米軍基地が近いような匂いしてますけど、これかな、名前がねエクストラーズ、あれクロッシングサプライオフィス、もうなんかメリメリしてますね。これ多分エクストラーズガーメントサプライアンドコー、これ多分パスポートないと入れないと思うんで、ちょっとね用心しながらちょっと行ってみます。グルーヴがすごいです。グルーヴが日本語通じるかな、日本語。ということで、無事ですね、パスポートなしで入れたんですけれど、エクストラーズガーメントサプライ&コーのオーナーの、藤野さんです。藤野です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうリアルに今日初対面なんですけど、はい、もうず何十年前かな、お店自体は、ここのに移る前だと何年目ぐらいですか。トータルで16年。じゃあ多分10年以上前に、その時まだ SNS もなくてネットでこう調べてて、なんだかのすごい軍物の詳しいホームページみたいなのがあって、それでずっとこのエクストラーズガーメントガーメントサプライ省略で大丈夫です、エクストラーズがずっと私の中にあって、はい、で東京で軍物買う時とかもラベルがどうとか年代がどうとかずっと見てたりしてて、はい、それで名古屋、そういえば名古屋だと思って、はい、ちょうどもう 2,3 年前に1回ロケしたいなと、そういう流れちゃって、やっと、はい、やっとですね、お会いできて本当に嬉しいです。はい、ありがとうございます。最近、名古屋だと、一昨日かな、私も大須のあたりとかブラブラしたんですけど、やっぱりもうこの古着ブームがすごくて、古着屋さんもいっぱいあって、はい、もちろんいい店もあれば普通の店もあるんですけど、あそこはもう、ね、普通の YouTuber の方とかいろいろ言っていただいて、はいはい、私は名鉄、何線でしたっけ、瀬戸線です。瀬戸線栄駅じゃなくて、はい、栄町、栄町、栄町から瀬戸線、栄町から瀬戸線に乗って、確定です。そうで森下で降りてこの徳川、はい、でほとんど住宅街っていうか周りは商業施設もあんまりないですか。ない、皆無ですね。皆無、はい、元々は、大須の方でしたっけ。そうです、大須の矢場町というところ。ああ、矢場豚、はい、で昨日矢場味仙、味仙の隣でやってました。マジっすか、はい、向かい側が普通の30分で世間話でやばいですね。いや、矢場味仙で、はい、アサリ炒め と、はい、私辛いのが実は苦手なんで、はい、台湾ラーメンの辛くないアメリカの、はい、ハーフ と、せっかくなんでニンニクチャーハンのハーフ、はい、で中赤星で行ったんですけど、はい、もうね、いい意味でのジャンクの究極のジャンク中華の、はい、いい意味ですよ、これ誤解のないように、はい、いい意味でのジャンク中華の究極の辛くて濃くて、あれはねご飯食べれますね、はい、白飯がニンニクチャーハンで白飯食えるし、はい、もう食べた瞬間に喉乾くんで、はい、あれ店もいろいろあるんですよね。あります。なんかお気に入りのとことかあるんですか。いや、もう多分兄貴が行かれたところが本当ですか、マストというか皆さんあそこが美味しい。入った瞬間にもう店の話ばっかりしてますけどあのなんか社員食堂とか体育館というか、はいはい、ライブハウスみたいな、ライブハウスですね、ぐわーって細長くて、はい、ゼップみたいな。そう、昔からあんな感じなんですか。あんな感じです。いやー、ちょっと衝撃。あ、じゃあもうあそこになったんですね。そうです、あそこに隣です。ヤバトンあって、ヤバ味仙あって、ヤバ味仙の隣のビルの4階です、はい、雑居ビル。ああ、分かる分かる、はい、細い、こう、あそこって大須栄どっちなんですか。あそこは一応大須になります。大須になります。三丁目で、いわゆるあの商店街の方っていうか、すごい古着屋さんがいっぱいある、はい、あっちがちょっと離れた。ちょっと離れた。でこちら、その時からこういう、なんて言うんだろう、軍物を中心に特化して、そうですね、変わらず、はい、でこちらに移って何年目ですか。2009年まで移ってきたから、ね、
2009年ってことはもう十何年か。そうですね。いやこのなんか外観とか、まあ、私もよくこういうのをメリメリしてるって表現するんですけど、はい、まあ、ベースとかいわゆるまあ横須賀の騎士とかフッサとか、はい、本木のとかそういうの好きなんですけど、はい、もうすごいですね。とにかくビルこだわりはなんかもうまずビルが古くて、はい、1970年製のビルで、はい、道路に面した側にベランダがない縦窓しかないんですよ。確かに。そんなビルないので今、はい、ここだと思って、はい、全部ぶっ壊してで壁を起こしましてレンガ。これもちょっと変わった積み方になってこれイギリス積みって言ってあの途中にあの細かいのが、はい、これがフランス積み、イギリス積みってアメリカにあるんですけどこれイギリス積み、はい、これイギリス積みなんですね。で、もともと茶色かったのを米軍基地の中で何度もリペイントしたっていう雰囲気を出すために何回もリペイントして、いやあの、まあ、現行の米軍基地ですけど年に何回か、まあ、夏だったら花火見るたに横須賀ベース入ったりとかするんで、はい、この現行ですけどこの雰囲気とこのなんかオフ白っぽい、そうですね、ちょっとクリーム、そうクリームっぽくて、はい、なんか外観もちょっとベージュピンクみたいな感じだったりとか、はいはい、やっぱすごいっすね。これじゃあ内装も全部ディレクションされてやられた。そうですね。あとで友人の人と作って、このなんかドアもすごいっすね。ドアもこれもジャック・ニコルソンのさらば冬のカモメの中に出てくる米海軍の基地の事務所の、さらば冬のカモメ、ぜひ あれを見て、僕はあれ10ボタンかな、10ボタンじゃないかな、いやもう8ボタンだと、もう8ですかね、はい、やっぱあの海軍の 話、ね、水平の話ですよね。そうです。でジャック・ニコルソンってなんか男2人いるんですよね、はい、若いのと、はい、でそのあのピーコートの着こなしはすごくかっこよくて、はい、シャンブレーとこれ出てくるんですか。出てくるんです。全く文字も同じ、一時停止して専任総長の部屋のドア。このドアのサイズいいっすね。このドアはもともとスナックのドアだったみたいで、はい、ここスナックだったんですか。これはドアを探してきたんですよスナックのドアを持ってきて、スナックのドアを持ってきてこのドアに合わせて壁を起こして文字を入れた。ドア始まりでこの形にしたってこと。そうです、そうです。だからちょっと小さいですよ。いや小さいっすね、はい、このスナックの電話ボックスのドアだった。だからもともとテレフォンって書いてあったやつ。スナックの電話ボックス。スナックの中にある電話ボックス。電話ボックス昭和ですよね。へえ。あれもスイッチもこだわった。これは今の、まあ、現行のアメリカ製ですけど、5連スイッチ。電話も。電話も2000年代のアメリカの。これ。AT&T。これすごいですね、はい。全然服見てないですけど。このなんかこのなんかこのガードはこれガードなん、これは一応なんか長尺物が当たったら蛍光灯が割れないようにっていうものを、そうなんですか、はい、ただこれは米軍のこれは当時あったわけではないですけど、ちょっとイメージで現行の日本製のガードをつけた。いやあれもいいっすね。これも手書きで書いてる。これはこれ基地の中のあのガススター電話番号が、銀行はこの番号だよ。これ電話番号なんですか。そうです、郵便内線番号ですね。あ、郵便局はここ、内線番号、はい、ランドリー。面白いですね。ヤバトンの電話番号とかじゃないんですね。フライボーとかヤバトンとかソーレとかじゃないですね。横井とかじゃないですね。なるほど。これどっからどうこれ分かれなんか分かれてるんですか。いや特にまあちょっとランダム。もういきなりなんかいきなり、はい、いきなりサビ頭みたいな、これ気になってしょうがないんですけど。これ今回入ったばっかり。はい、で一応未使用。相当大丈夫です。A2 の27753。これ お値段的なことは言わない方がいいんですか。言った方がいいんですか。まあ、アスクはアスクでいいんですか。いや、まあ、一応値段決まってます。これ決まってますか。はい。126万です。もう一回。126万です。いやでもいいと思います。でもこれ未使用。未使用です。何回か切ると。結構ちっちゃいものとか。全く黒ズミがなくて。すごい。ジッパーは6章吹いてますけど、作動は抜群なので。これは何このこれは軍の、あの、もともと、もともと、この服ではないですけど、別のもののタグ、物品タグ。内部もブラッドチップ。うわ、シルクの。うわ、これちょっと、解説してもらっていいですか。あ、はい、まず一回渡して、はい、試着大丈夫ですか。大丈夫です、全然大丈夫です。ありがとうございます。いや、ちょっと泣けてきますね、これ。ありがとうございます。よかった、徳が来て。ありがとうございます。うわ、これでも本当未使用だから気をつけて着ないと、そうですね、人の油が染み込んでないから。そうですね、怖いですね。そうですね。でも A2 は空軍だから結構ちっちゃめですよね。あと当時やっぱり小さい人が多かったので。これで何年ぐらいですか。43年です。
製造は1943年頃のアメリカ人は今みたいに巨大化してなかった説。パイロットはやっぱりパラシュート隊員とかパイロットはやっぱ小柄な方が多かったと思います。だってこれ 4-2 で私が身長177ですけど、まあいいですよね、ジャストで着れるぐらいですもんね。うわ、よかった道具が来て。なんかなんだろう、ちょっとジンときますね。なんかこれグルーヴで表現できないかもしれないね。これいや本当にこの状態は僕も初めてなので。今まで何年もやってて32のサイズと50は未使用は見たことはあるんですけど、はい、やっぱり着れなかったので買い付けできなかった。50ってでも大きくないですか。一番大きいサイズ、超巨大って感じですか。まあでも4244ぐらいがゴールデンサイズ。そうですね、40、42、40。うわ、俺多分一生こんな未使用着ることないかもしれないぐらいな。リブもそうですね、オリジナルでダメージは全然虫食われてないですよね、はいはい、保存状態が良かったってことですね、はい、ただこう長い間畳まれてたんで、この CBI の赤い部分がボディにちょっと転写されちゃってる。まあこれも味ですね、はいはい、味っていうかでもうわこれ怖いわ脱ぐ時がゆっくりいかないと。このなんか プリントっていうか、はい、このなんか解説とか、これは CBI って言いまして、はい、当時中国で私も言ってみましょうかね、はい、日本軍と戦ってた国民党軍というのがいて、はい、アメリカ軍がそれを支援してたんですね、はい、でパイロットを派遣してまして中国本土に、はいはい、で当然陸軍航空隊とか、はい、パイロットが行ってるので越とか来てるんですけど、はい、もし墜落した場合に、はい、救助してもらう必要があるので、はいはいはい、現地の方に分かるように中国語で、はい、まあ、このパイロットはアメリカの軍人なので、それがそうです、そうです、ブラッドチットと言われる、救護してください。中国人だけれどもアメリカ軍として、アメリカ軍の軍人が行ってるんです。アメリカ軍の軍人が行ってるってことか。なので不時着とかした時に救護、あ、中国で書いてあるんだ。そ、中国語とビルマ語。やばくなこれ。でこれ全部総シルク製で、ここ内ポケットになってて、コットンで貼ってあるんですね。すごいっすね。この方は多分大佐なので舞台指揮官なので、この方は作って着ないくまま飛行機乗るような人じゃないので、一応つけてそのまま着なかったんだと思います。はぁ、これすごいっすね、まあ、本当になかなかな。だってリアルでしょこれ、はい、すごいっすね。だいたいあちらにかかってるぐらいのコンディションになってるものが多い。ありがとうございます、はい。この A2 つながりであれもちょっと解説を聞きましょうか。同じ CBI と言われる中国の、はい、一番右のジャケットは背中の背面のブラッドチットがレザー製になっているので、まあ、これもポピュラーなんですけど、濃厚すぎるな本当。でも名古屋来てフライボーから2000から居場所から味が濃くて濃厚だと思ってましたけど、はい、一番濃厚ですね。ありがとうございます。どうここに置いて取れます、置いた方がいいんですね、はい、一応レザー製、はい、さっきのはシルクでしたけども、これは同じ年代、同じ年代です。これもいろんなバリエーションがありまして、書き方の、はいはい、これも中国、は中国の、まあ、救護助けに来ているアメリカ軍のパイロットなので、はい、もしあの不時着とかしてたら助けてあげてくださいっていう、はい、へー、これは何なんだ。これが国民党軍で、まあ、今要は台湾、中国2つに分かれてたので、はあ、戦争終わると今度中国と国民党が戦って台湾になる。フロントは刺繍の名前はジムですね。これ大きいですね、4-4ぐらいですね。いや、これ4-6ですね。これ着てみて、これ着れますか。着れますけど、ちょっと多分なんかオーバーサイズのやつってどんな感じかな。うわ、ちょっとだいぶ中はあったんですけど、うわサイズ表記は分かんないですよね。取れちゃってる。あ、でもこれ44ぐらい、はい、うわ、大丈夫ですか、ね、袖通したの。あ、大丈夫です。あ、なるほど。ちょっと気持ち、そうですよね、46ぐらいかな。46ぐらいかな。この辺が結構そうですね、はい。もうでもこれいっちゃうとあれですね、なんか、まあ、ちょっと、はい、もうサビ頭って感じですねこれちなみにこれおいくらなんですか。これは一応もう今参考状態になって、参考状態、はい、これも同じ年代ぐらい。真ん中、そうですね、こちらはサイズが40なので、
色は落ちてますけど状態は。これちなみにこれはオリジナルですか。これオリジナルです。忘れてましたよ。これ何と呼んでますか。これ藤野これは何と特に、ね、名称は。あでもやっぱり機能美ありますね。これはそうですね、内装を作っていただいた方に特注で。あこれやっぱそれぞれの、ね、お店でこれ忘れてましたよ。濃厚すぎて懐かしいです。懐かしいですよ。でも美しいなこれ。でこれで割らないように。そうです、当たって割れないように。で1回ぐらい 割ってないです。もう最初からこれ危ないぞってことです。あと見た目がかっこいいの、ね、いやかっこいい見た目がかっこいい。これ今だと病院とかで使ってるみたいです。工場とか。ああそっか、はい、これこの鎖もいいっすね。鎖はそうですね、また別で用意して鎖で吊るしてあって、このガードがかっこいいな。ただこれはちょっとアレンジしすぎで、多分基地はこんな風には多分なってない。なるほど、はい、はいはい。まあ、これは普通の、まあ、通常これで40ですね。これ40なんだ、はい、これは値段ついてるんですか。これも参考。これは参考。もうここら辺参考ですね。参考ですね。これ参考かけて、これも結構参考12じゃないですか。参考12ですね。大体の分かって、大体このここら辺がね、もうあのそうです、見て楽しんでいただく。だからミュージアムとも言えるんだよな、本当。これちなみに、ホースじゃない。ホースです。ほとんどホースです。A2 っていうのは基本的に全部ホース。時折、ゴートスキンがあったりします。ゴートってことは羊、ヤギか。ヤギ。ただ基本はホースアイド。ああ、確かにそうですね。ちょっと硬い感じですもんね。はいはい、まだあれかな、飼うっていうかが高価だった頃じゃん。いや、なんかいろいろ説がある。業者の癒着とかいろいろあったりとか、ここから飼いなさいみたいなのが多分相当あるので。なるほど。グルー人じゃないですよ。いやいや、必要ないのに納入したりとか結構あるんですよ。まあでもそれはね、予算消化とか。それは絶対ありますよね、はい。ありがとうございます。あれは B なんだ。あれはアービンジャケットって言いまして、イギリス空軍の対戦中のアメリカ軍の B なんとか似てますよね、はい、そうです。一応こちらが元ネタって言われてるんですけど。あでもイギリス軍もこういうのあったんだ。でアメリカの B3 ってやっぱり弱いのが多いんですけど、レーザーが、はいはい、イギリスはやっぱり精度がすごく高くて未だに破れないのが多いです。へえ、多分なめしをちゃんとやってると思うんですけど。これイギリスなんだ。イギリスです。ジッパーもすごく。これムートン。そうですね。で毛足がちょっと長くて、うわアメリカのもっと刈り込んであるんですけど。こんな残ってるもんなんですか、この状態がいい。割とイギリス軍に関してはこんな感じです。みんな出てくるとダメージも少ない。あれデッキの実家って何でしたっけ。アルパカ。あれ結構抜けますよね。そうですね、古いのは抜けやすいですね。へえ、これ超綺麗。あざっす。すごい。こっちはストックなんですよね。これもストックですね。ここからなんかピザが出てくるわけじゃないですね。ここは出てないですね。こうやってペプシこう出てくるわけじゃないですよね。これは作ったんですか。これはそうです。このめっちゃかっこいいんですよ。これが出てきまして、これに合わせて作った板が。そうです。ある工事現場から出てきました。このデカさもすごいですね。すごいです。一枚物で。これなんかこうやってこの字のカウンターでここでなんか、ね、あの土手にでこうやってビールとか飲みたくなっちゃうような。はい、でこれに合わせて下を作った。そうですそうです。これはこれもこれは沖縄の米軍基地で使ってた消火器なんもう使えないですけど。はあ、じゃあ基地内にあるもんですね。そうです。かっこいいですねこれ。いいですよね。これいいっすね。これは知り合いの家から出てきた。これってこれスナックですよ、もともと。スナックこれもともとスナックですよ。スナックでは何に使ったの。いやこうカウンターでこう。へえ、面白い。真鍮ですねこれ。いやこれも味ありますね。じゃあこっちからこの番号いいっすねこれ。はい、これはもうなんかあれなんですか。いやこれフランスのアンティーク、よくあの僕銭湯行くんですけど、銭湯行くと差し室のサウナの横に番号がこうかかってて、はいはい、まあタオルとかいろんなかけるのありますけど、はい、一応番号になってますね。これちなこちらはこれ見えますか。これは何ですか。これはあのアメリカ海軍のネイビーシールズの記念プレートで、60年代のベトナム戦争の頃で、壁にかけるものなんですけど、ちょっと札トレーに、はい、記念の声です。そうです、そうです。オリジナルの何が出てくるんだろう。まあ一応デッドストック、ロイヤルネイビーの連隊で。本当だ、はい、サイズも結構ね、5888なんで1相当ぐらいですね。
結構小さ、これ身長ですよね。そうです、もうこれだいぶ後期サイドの方で、ベントアイルなんだ。はい、デッドストック。これもアスク、ここら辺も全部アスクですか。これはもうそうですね、アスク展示、はい。ベントアイルのこのデッドの触るのも貴重ですよね。今結構すごい使い込んだものかデッドかっていう感じではあります、出てくると。このシャツはな、これもゴムですか。これトモロなんです。すごい落ちですね。これすごいのが、はい、そうなんですよ。これすごいのが、ここまでがシャツ生地で、そうなんです、これからジョンソンみたいなニットになってるんですよ。背中もそうなんですよね。これオリジナルですか、トモロ作ってるやつだと思います。今年も多分出てる。面白い。俺なんか最初米軍のあの医療関係の人が着るでかい白シャツあるじゃん、はいはい、板前さんが着てそうな、はいはいはい、でもそれにしてはここがこうなってるから、はい、なんかギャルソンかなんかそっち系のあれかなって思ったんですけど、面白いですねこれ、はい、結構今オリジナルでなかなか面白いの。あ、そうですね、はい、これはカナダ、違うな、これイギリス空軍のマウンテンレスキューっていう捜索救難部隊用のパーカーで、あー中はあの長いのの、はいはいはい、この形、あれのもっと活動しやすいような。このポケットの形もすごいですよ。イギリスなんだこれ。グレーと白とグリーンがあって、グリーンは本当に入手難しいと思います。ホールドって表現もあるんですか。ホールドって表現もあるか、ホールドかアスクか。ホールドにしとくとお客さん諦めるので。なるほど、はい、なるほどね。言ったらダメですよ、これ、はい、まあでも気持ちで分かりますよね。そうです、はい、え、これ軍物に興味を持ったっていうか、もともと洋服が好きから始まったのか、ミリタリー君に、はい、から入っていったのか、どういう経緯でこうなったんですか。あ、軍物に関してはあの小学生でボーイスカウトをやってた、はい、マジっすか、はい、ボ俺ボーイスカウトやってましたよ。ボーイスカウトって年齢的に、僕何年生まれですか。1968年、昭和43年です。68年ですか、はいはい、タメですよ。え、マジっすか。ちょっとやばいなこれ。名古屋49段です。俺は、東京165、東京165段のその後に渋谷6段ですね。あ、移動されたんですね。なんか変わったんですよね、東京からこう変わってって。ジャンボリやばくないですか。行きました。やばくないですかこれ。備えを常に。私は名誉にかけて次の三条の実行を誓います。一つ神と国とにもことを尽くしを掟を守ります。これ冷静に見ると結構危ないこと、危ないっていうか、危ないっていう表現あれですけど、ちょっとあれなんですけどね。大事なこといろいろ教えてくれる。誓いは3つでいいんですけど、掟が12個あるじゃないですか。覚えられないです。覚えられない、はい、あ、そうなんですか。 でもなんか感覚近いですよ、はい、結局だから使うものが、はい、軍用品を使うのが、はいはい、そこから始まったんですよね、はい。いや、めっちゃわかる。だってテントだってドーム型ないし、そうです。あれキャンプ野営行くとき死にましたよ、ペグって、はい、あの溝掘って、はいはい、グラン下もないですか、ね、グラシもこれ、ね、この話でね止まんなくなりますけど、でも全く、まあ、同じ世代って同じ年齢でやっぱボーイスカートやってたっていうのは近いです。やっぱりその軍物とかミリタリーとかアウトドアとか筆舌豪健なものにこう魅力を。そうです、そうです。だから制服も多分同じ時代だから、ベージュの、そうです、もう本当にあの BSA のままの感じ。そうですよね。ハーバーザックもあのミュゼットバックってアメリカ軍の形が元になってるんで、はいはい、カブもやってました。カブからやってました。やばくないですか。何、リスとかウサギとかじゃなかったですか。いや、カブって動物で組で分かれてますね。熊でしたね、僕。デンマザーとかいました。デンマザーいました。うちのお母さんやってました。いや、もうちょっとやばい。本当にこれ止まらないよ。ハンの名前がキャットミャウでした。やば。でボーイになるとかジャガーハンとかイーグルハンとか。そうです、イーグル。であのなんかワッペンがかっこいいですよね。かっこいいです。四角章とかつけてそうそうそう。でなんかいろんなモヤイ結びとか、はい、いろんなものを覚えるとこうやってなんか勲章みたいに増えてくるんですよね、はいはいはい、いやひょんなところからすごいところに話しちゃいましたね、はい、でなんで、あ、そうだ、ボーイスカートきっかけで興味を持って、で好きになって、そうですね。でまあおのずとだんだん古いものをに興味を持って、うん、で集め出して、うん、もう本趣味ですね、ずっと。最初はやっぱアメリカ軍から入りました。アメリカ軍が、そうですね、1980年代90年代ぐらいの放出品ですよね、うん、あ、だからそれこそ、はい、そのな6号のパンツとかファティーグがもうギリギリ、私がアメ横で買った時は3800円、4800円、そういう時代ですね、まあ、高くても5000円6000円で普通にあって、はい、51のパンツもデッドが普通にあったし、はい、47フランス軍のパンサーがもっと安くて、はい、全
全く誰も買わなかった。全く誰も買わなかった時代ですよね、はいはい、いやー同じ年代を過ごしてきたと思うとちょっとグッときましたね。猿年ですよね。猿年です。何月生まれですか。2月です。なのでちょっと年遅生まれというか。そうですよね、はい、俺ジャンボリー行かねえでやめちゃったんですよね。あ、宮城行ってないですか。行ってないですよ。ジャンボリー行ってないですよ。ただ手形はしもできますよ、はい、あとあのシルバーコンパスで2万5000分の1の地図にまずこうやって線引いて4センチが1キロ、はい、これ誰も多分ね、はい、ついてこないか思い切りカットされるかどっちかと思うんですけど、はい、でもきっかけが同じっていうのはちょっと嬉しいな。なるほど、ありがとうございます。